Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. ちょびたん。Happy birthday to you. おめでとう。はい、ということでですね、今日はですね、11月の24日、ちょびたんの誕生日でーす。あー、おめでとう。あー、おめでとう、おめでとう。ありがとうね、ちょびたん。ありがとうねー。はい、っていう感じでね、今日は当日なんですよ。ちょっと前にね、安武さんと一緒にお休みの日に、ちょびたんを連れて、大きいドッグランで遊び倒すっていう一日を過ごしたんですが、今日は当日。で、やっぱり当日はね、お祝いしたい。うん。今日は、新垣家のみんながですね、ちょびたんのお誕生日会一緒にやってくれるっていうことなので、そんな動画をお届けしたいと思います。でね、ちょっと今、安武さんとも連絡取ってたら、最初の方だけちょっと顔出せるっていうことだったので、よかった。もう家族全員で、ちょびたんを、いっぱい愛情を込めてお祝いしたいと思います。でね、ケーキがね、届いたんですよ。ちょびたんの予約してたので、回答に20時間かかるっていうことだから、昨日の朝届いたんだけど、いい感じに夜食べれるように回答してあるので、それはね、また後ほど Happy Birthday ってやるときにお届けしたいと思います。っていう感じで、今日はですね、そんなちょびたんのバースデー、今ちょびたんお水飲んでおりますけども、水分補給してますけども、ちょびたんのバースデーをお祝いする Vlog をお届けしたいと思います。よかったら最後までご覧ください。スタート。さあ、ちょびたん、おめかし完了しましたね。なんだか眠そうだけど、ちゃんとお靴も履いてね。え、かっこいいね、ちょびたん。で、これキラキラすんだよね。これね、これ夜だからさ、これつけていくんだよね。ね、で、お洋服はね、去年私たちがね、安武さんと2人で、私と安武さんが2人で選んだお洋服の、今回は安武さんが選んだ方着たんだよね。かっこいい。チャビハッピーバースデー、おめでとう。チャビおめでとう。チャビハッピーバースデー、おめでとう。行く？行く？新垣家のみんなに行く？新垣家のみんなに会いに行く？ありがとう。おめで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 とう。ケーキは後で食べましょうね。やったね。はい、ということで、たけさんもちょっと参加できました。ありがとう。とんでもない。おめでとう。どういう風に気まず気まずみたいな顔してんじゃないよ。やらされてるみたいな。かわいい。これはかわいい。なんかね、今度ね、安武さんがね、パパと一緒にドライブトーク、もしくは2人の晩酌取りたいんだって。なんかパパにどうしても聞きたいことが一つすっごいあるんだって。2人きりの空間で聞きたいんだって。でも昔結婚前か、リサちゃんとパパが結婚について喋ったやつ。あー、ドライブだったね。ご飯でもいいしね。じゃあいつか楽しみにしてますね。はい、ちゃん見て、ちょびたんのケーキ今回頼んだの。ちゃーん、ちょびたんの似顔絵をね、添付して作ってもらったの。せーの、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear ちょびたん、今からちょびたんにバースデーの
プレゼントの儀を行います。まずは私パピーン無添加のお菓子ささみポリポリとコロコロ焼き芋。そう、はい、そしてですねこちらじゃーん絵本なんだけどね、うん、これねこういう風になってて、こうやって1枚めくるとここにおやつが入れられたりとか、あとここはこうやってピューンって出るから引っ張れたりとか、チョビがね、であとここはここにハッピーバースデーって書いてあったりとか、これはカシャカシャしたりとか、そう全部ここにおやつ入れたりとかするブックでーす。じゃーん、チョビちゃんどう？これ見てこれ、チョビちゃんほらすっごい匂い嗅いで、これ遊びましょうね、ちょびちゃん。よかったね、おめでとう。おめでとう、これかわいいでしょ。かわいい。はい、ちょびか。はい、ちょびちゃん。はい、ちょびちゃんの。あとこれもどうぞ。おとげ止めようね。いいね、いいね。続いて、白玉さん。ちゃちゃーん。え白玉さんっぽい。これ超かわいい、おしゃれ。これはやばい。うわー、ちょ見て見て見て。次になってもらおう。あ、起きて起きて。ちょっともさんが。ほら見てもらう。ほら見て見て見て。このうわー、おしゃれなプレゼントだね。このさつまいもチップスと。絶対嬉しいじゃん。ね、あとコウモリちゃん。行きます。じゃーん、こんもりちゃん、これハリピップなんの？そう。じゃあほら見て。ほら羽根がシャカシャちゃん。ちょうだいちょうだい。嬉しい。ねえ。じゃあ遊んで。うん。ありがとう。絶対遊ぶと思うよ。うん。はい、ママ。ママとパパからのプレゼント。じゃあママあげてください。年越しのこっちだ、年越しそばワンコ。うわー、これ食べようね、みんなで年越しの時。あとこれはお雑煮。お雑煮年越しの、え、あるのこんなの、うん、すごっ。え、今年の年越し楽しくなりそうだね。このカードだけくれよ。そしてこれです。じゃーん、チョビタンのお洋服を買うけんだって。え、超可愛いんだけど、緑の服着てんじゃん。可愛くない、この服似てない。あれ綺麗じゃん、ね、綺麗でしょ、結構綺麗。あとお花もいいでしょ、うん、クリスマスということで皆さんありがとうございました。じゃあ一言ずつチョビタンにメッセージをもらいましょうか、うん、じゃあまずパパから。はい、チョビタンおめでとう、お前もジジイだな。じゃあ白玉さん。チョビタンおめでとう、これからも元気に過ごしてね。はい、ありがとう。じゃあママ。はい、チョビタンハッピーバースデー、おめでとう。お洋服一緒に買いに行こうね。ジョイちゃんが好きなの買えるから。この緑のカエルって。カエルけんね。長生きしてね。ありがとう。みんなにね、お祝いしてもらって本当にハッピー幸せなおジョビアンでした。ありがとう。みんな本当にありがとうございました。楽しく過ごしていきたいと思います。ということで皆様、今日はですねチョビちゃんのバースデー Vlog をお届けいたしました。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。新垣梨沙と白玉とパパとママでした。チョビでした。またねー、ハッピーバースデー、おめでとう、幸せに過ごしましょう。Thank you.
最後までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。はい、今回はちょびちゃんのバースデー。はあ、編集しながらなんか泣きすぎて、ちょっと昨日ね本当は終わってたんだけど、なんかもう目がボーンって腫れ、まあ今も腫れてんだけど、結局って感じなんだけど、もう昨日ね編集終わりの新垣ですが撮れなかったんですよなんかいろんなこと思い出しちゃって。そうなんだけど、本当にね家族みんなでお祝いしてもらえて、ちょびたんとてもハッピーな今そこにいるバースデーになったと思います。改めておめでとう。私もね楽しいなってちょびたんがいっぱい思えるような毎日を過ごしていきたいと思います。いつもありがとう。